どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はデラックス妖怪ウォッチドリームにレアメダルセットして遊んでみたいと思います。レジェンドメダルとかエンマ大王のメダルとか大吉メダル、まずエンマ大王のメダルセットしてみます。すごっ、やっぱルーレットあるんや。ちょっと違和感あるな。エンマーからの好きな子の隣っていうね。エンマだよ。レジェンドのブシニャン召喚してみます。召喚ソング変わってるかな。レジェンドタイム、ブシネタルーレット。やっぱルーレットあるんや。わさびの寿司。召喚ソング妖怪ウォッチドリームオリジナルになってるね。はい、 USJ 限定のめでたいメダルセットしてみます。妖怪メダルセットオン。お祭りタイム。めっちゃお祭り感。好きな子の隣。好きな子の隣。コングラチュレーション。オーイエイ。すごい召喚ソング新しい。初めて聞いた。偉人レジェンドのエジソンとかもやっぱレジェンドかな。やっぱ同じか、レジェンドタイムか。基本このゴールドフレーム、レジェンドのやつやねんな。エンマ大王の歌メダルセットしてみます。どうなるかな。もう一回お願いしやす。え？もう一回お願いしやす。初めて聞いた、今の。お祭りタイムになるの。クリスマスプレゼントルーレット。召喚ソングはこの大吉メダルとかお祭りコインと同じで、最後は歌メダル独特の音声が出るんやね。エンマ大王のこの鎖が巻かれてるやつ、やっぱ同じかな。え？なんこれなんこれ。どうなんやろ。好きな子の隣。なぞこれ。これ確かさ、普通のデラックス妖怪ウォッチじゃあ確か召喚できないとかそんなんちゃうかったっけ。へー。